本郷理香選手です。お疲れ様でした。前回に続いて本当に今日も笑顔が印象的でした。今自分が出せることはできたと思うのですごい嬉しかったです。今回グランプリシリーズ2戦目ということでちょっと自分の中で気持ちに変化はありました？やっぱり初戦のカナダ大会に比べて少しこの雰囲気に慣れたというかそういうのあったんですけど、でもまだまだ慣れないところはありました。前回よりもただ得点上回って本当に滑るごとに良くなっていきますね。目標の点数にはやっぱりまだ届かないんですけど、前回よりも点数が上がったので、自分少しずつではあるんですけど成長したのかなとは思います。明日のフリーはどんな演技を？明日のフリーもやっぱりこのグランプリシリーズに出れることに感謝してしっかり自分の演技ができるように頑張りたいです。期待してます。ありがとうございます。お疲れ様でした。ありがとうございました。